今日は天候の悪い中お集まりいただきましてありがとうございました。なんかちょっと今落雷が起きて、こちらに来る途中なんかお家の近くで落雷が起きたのでちょっと遅れますっていう方もいらっしゃいまして、ちょっと帰りも心配ですけれども、ぜひですね、はい、まあなんとかなると思いますので、この間もですね、ちょっとした会合に行ったら帰りにザーザー降りになってしまって帰れなくなったということがあったんですけれども、はい、そうならないことを祈っています。今日もですね、徹夜明けの本先生がなんかいろいろもういろんな資料てんこ盛りのたくさん貴重なお話をしてくださると思いますので、ぜひですね皆さん耳を暖房にして聞いていただければというふうに思います。本先生準備の方はよろしいですか。はい、では飯田さん準備の方はよろしいですか。はい、それでは本先生よろしくお願いいたします。はい、じゃあよろしくお願いします。タイトルが、これは前もって1週間前に決めたタイトルで、その後いろいろ世の中一夜で全てが変わりますから、本当は私これに書いた方ですね。ギリシャ神話の中で我々は今生きている。人間としては考えられないようなことが起きるんですね。人間として許されないことを平気でやる奴らがいる世の中に。なのに彼らは神様ですから、人間が処罰できないんです。バイデンも神様ですし、カマラも神様ですし、彼らは人間に適応されるようなことをやらなくてもいいんです。金正恩も神様ですし、ユン・ソンニョルも神様ですし、普通の人間だったらすぐ処罰されるような取り締まり対象になるのが、権力者たちは一切ならないんですね。今彼らが権力を牛耳っているんですから、何かを解決しようとしても解決のしようがないと思うんです。信じられない。我々が今まで慣れてきた常識ではとても理解できない。みんなストレスを受ける。だから例えば何ですか、規則基盤秩序というのは、規則基盤秩序というのは神様の規則ですね。人間の規則じゃない。アメリカが決めた規則、ヨーロッパの貴族だけが利益を得るような、そういう規則、そういう秩序。まず、今日はもう難しい話ではなく、ここ1ヶ月、ここ1週間の間に起きたいろんな出来事が、これが今の世の中にどういう意味を持つのか、我々の運命にはどういう影響を及ぼすのかということなんですね。いつものようにどういう観点を持てばそういうこと、人が気づいてないことが分かるのか。結論的に言えば、運命を決めるのは選択ですね。選択は人間が毎日の選択が運命を作り、運命を決めるんです。選択によって。問題は正しい選択をするためにはどうするのか。今あまりにも偽の情報とか
謀略が多いんですから、間違った情報、知識に基づいて判断して選択すれば人生はトローになるし、台無しになるし、失敗しますし、悲劇になってしまうということです。つまり我々が正しい選択をするために、正しい選択は選択そのものが我々の運命を決めますから、例えば今お金があるのにどこに株を投資するのか、これ選択ですよね。正しい選択をすれば儲かるし、失敗したら全てを失う。だから我々は正しい選択をするためには、要するに毎日の出来事が土地に向いている。もう2年前ですか、関ヶ原合戦の話をここでしましたよね。その時東に着くか西に着くかによって大名だけじゃなくて大きな人々が決まったと。だから私2年前から、じゃあウクライナ戦争でどこに着くのかをずっと言ってきたんですね。日本のほとんどのメディアとは私は反対のことを言ってきました。それから今結果がそうなったでしょ。今結果そうなったでしょ。 NATO が負けたんですよね。だから NATO は負けたから、彼らがメンツがあるから、メンツのために最後に核戦争を辞さない、それでしょ。だからユン・ソンニョル大統領の場合は間違った選択をしたんですね。間違った選択をして、まあ、今日もここ写真見せるんですが、バイデン側について、もしですよ、トランプ大統領が当選すれば、それで無事に就任すれば、それでトランプの戦略によっていろんなことをやれば、ユン・ソンニョル大統領は2年以上やってきた全てがトローになってしまうんですね。明らかに青にされるし、だからそういうことを我々が毎日の出来事を見ながらそういうことを考えるべきだと。じゃあアメリカ大統領選挙はどういうこと、どういう意味なのか、あの歴史を見るとき、誰が歴史を書くのか、誰が書いた歴史を読むべきなのかが問題になるんです。最近統一日報三面に、万葉集の連載がもう半年続いてるんですね。万葉集、1000年間解読できなかった万葉集を韓国人が解読したんですね。万葉集を今で我々が全く分からなかった姿を解読したんです。1500年前に東洋法則で万葉集が作られたのがどっかを解読したんです。だから何ですか、あのエジプトの象形文字のロジェタストンでそれを解読したように、じゃあ万葉集は何なのか、今までと全く違う、まあ、それはあの開拓の仕事じゃなくて、万葉集という日本書紀という古事記という歴史は書き方があるんですよ、ルールがあるんですよ。当時の支配者、天皇、権力者を素晴らしい方に書くことになってるんです。例えば歴史はそう書かれない記録は例外です。例外です。アメリカの、あの中国の歴史でもいろんなところで全部、日本でも負けたら城が壊されて全部殺されてどうなるんですか。勝利者によって歴史は書かれるんですよ。でもその中でも我々は規則を読み取ることができます。その話です。アメリカ大統領の選挙は、アメリカの歴史は何なのか、アメリカはきつい苦しい戦争から手を引くときは選挙を利用します。
政権が変わった、タイトルが変わったということで平気で投げ出して撤退してしまう。アフガンから逃げるとかね、南ベトナムを北ベトナムに中国にあげるとか、全てをアメリカは少なくとも特に1945年以降苦しいきっちり戦争から手を引くときは必ず戦争を利用します。あ、選挙タイトルが変わった、例えば韓国戦争の場合はアイゼンハワーが自分が当選すればこれ終わりますとかね、ニクソンはじゃあベトナム戦争は終わったとかね、だから戦争を始めるヤクザ隊というのがいるし、それが国民が有権者が嫌になった頃に自分が大統領になればやめます、血を流さなくていいですというふうに権力を取るんですね。じゃあ今トランプ大統領もちょうど、もともとトランプ大統領は戦争好きじゃないんですが、戦争に当選すればトランプじゃなくてもとにかくウクライナ戦争は終わりだと言わないといけない、自分が大統領ならば核戦争は避けられますということ、これがアメリカの選挙の意味です。まずこれが分かれば、こういうことが分かればアメリカとどのように付き合うのかが分かるようになります。また先にやがて結局はアメリカもこの問題はこの方に行くしかないから、我々も前もって、まあ、こういう段取りをということができるんですね。だから私は結局選択だ、先にどちらに投資するのかとかね、だから私はプーチンを絶対的に罰すなと、ということを言ってきたんですね。わかりますから。じゃあ我々が今まで覇権国家ヘゲモニー長くて大体100年ですよ、40年から100年でヘゲモニーは変わったんですね。今まで歴史がアメリカが今一番長い方です。近代国民国家になってここ500年400年の間では今アメリカの覇権が一番長いんですね。それからヨーロッパ西欧中心の秩序、国際秩序ということもあんまり長すぎたんですよ、もうすでに。じゃあ今のに世界を世の中を見ると、世の中ですね、世の中を見るとそろそろ変わる頃になったと、ということをこう博士じゃなくても年寄りはみんな分かる、若い方々はちょっと無理でもいろんな苦い味を味わってきた年寄りだったら大体分かりますね。そこで今問題が、アメリカは正常な国なのかですよ。問題が、先ほど私が神話の中の神様たちが勝手にやるんですね。男女に変えて、もう美人をもう動物に変えとかいろんなこと出るんですよね。もう自分の子供をたくさん産ませるとかね、神様、人間は処罰できない。我々の人間の歴史はそういう神様から独立したのが人間の歴史なんですね。じゃあ今アメリカが、いわゆる覇権国家のアメリカがまともな正常な国家なのかですよ。アメリカは自分たちが決めた規則基盤の秩序だと、これが国連憲章より国際法よりこれが上だと言ってるんですが、そのアメリカが今正常なのかですよ、問題が。じゃあアメリカが正常じゃないと我々は怖いのに、アメリカに保険かけなくちゃいけないし、じゃあ今アメリカ明らかに内戦中ですね。それから今アメリカのもうバイデン、カマラ、アメリカのディープステートなど見れば、これ人間じゃないんです、彼らは神様です。取り締まる組
がないんです。彼らを取り締まる能力を持ったものがない。本当に中央を持って250年前になんとかイギリスから独立する、その独立戦争のことをやらない限り、今アメリカを支配する神様たちを引き下ろすことは私は無理だと思います。無理。だから私は 今の昔じゃないですよ、今のアメリカ、バイデン政権、社会主義、民主主義、民主党のアメリカは民主主義を語る資格は私はないと思う。まず、それから内戦中の国が同盟を守ってくれるか、守られるかが問題です。違いますか。みんな大学の先生たちはこれは言わないことにしよう、検閲だ、そんなこと言ったら論文通せないなどになるんですね。これがエアフォースワンの中のバイデンですよ。ん？バイデン、お化けのゾンビの顔ですよね。有名な写真です。これが国務長官、これはあの何ですか、あの NSC のスポークスメンですか。彼らは驚いて、これが素顔なんですよ、バイデンの。これがバイデンの素顔です。これが彼が COVID にまたかかったということで隔離されるんですね。先週隔離されて17人ですか、隔離されて自分の家へ戻るとき、エアフォースワンから降りる場面です。これビデオありますよ皆さん、放送では普通の放送は放送しない、あの全部 X などは入ればいろいろ、こうタラップを2つ降りて休んで、2つ降りて休んで、そのように降りてきます。こういう人が核のボタンを押してる。こう X で撮ってきたんですね。今日復帰しました。今日今朝ホワイトハウスに行方不明になって、タイトルが行方不明になって、今日復帰しました。アメリカ国民が今アメリカの最高司令官がどこにいてるのかわからない、どこにいるのかもわからないのに、急にメモ用紙に自分はタイトル戦候補を撤退すると。どこにいるのかも、それからホワイトハウス専用の便箋紙でもないですよ、メモ用紙に、普通の紙に自分は辞める、カマラ・ヘリスを支持するとサインしたんですね。本当はホワイトハウスに復帰して自分の部屋でテレビの前で、国民の皆さん、私体の都合が悪くてもうこれ以上やれません、やめます、言うべきでしょ、はい、言うべきでしょ。彼は4年前にアメリカ建国以来一番たくさんの票を得た大統領と威張ったんですね。トランプよりも千何百万票もっともらったと言った彼が、病気でもホワイトハウスのオーバルのもの座って、国民の皆さんごめんね言うべきでしょ。常識が通じないんですよ。彼らは神ですよ、神の世界。こういう問題意識がないから、こういう問題意識がないから洗脳されるがままにそうなってしまう。彼が言ってるんです、自分は女だと言ってるんですね。初めての女の黒人の
の副大統領だと言ってるんですよ。日本でテレビ新聞に一切出ないんです。アメリカでも全部出るんです。新聞はここ書いた通りですよ。初めての彼は下は継承して現れたんですね。自分は白人じゃない。これはこの前自分は日本と韓国を昔のように一つにしたい。は？いつの話ですか。1945年前の行動すれば東京とソウルははぁーとおーなってるんです。これ全部神、こう神様だからこうやっても務まるんですよね。人間だったらもううんと先にお前降りろ。誰がコントロールしているのか、誰の操り人形なのか。じゃあこれが先ほどの空っぽ2つ降りて休んでいいんで、私これビデオ見ました。本当に2つ降りて、へえ、あ疲れた、なんか登れなかったはずですよ。降りる時そうやったんですから。それから彼は、私は隔離じゃなくて幽閉されたと思うんですよ。そこでメモを出したんですね。カマラをよろしく、国民の皆さん。アメリカは誰が統治するのか。61年前の彼死んだんですね。彼は真面目すぎた、若かったから。だから自分の前任者が、自分の前任者が、アイゼンハワーが、もう国は、この国は、軍産複合体が支配する国だと。ファイブスターですよ、アイゼンハワー。ファイブスターの、なのにケネディは違う、私がタイトルだと、私を言うことを聞きなさいということになったんですね。将軍たちがそれと核戦争しても我々が勝ちますと言ったのに、何を言うんだ、核戦争で勝ち負けがあるのかと止められたんですね、ケネディ。だからアメリカを本当に統治するグループが卑怯ですよ。亡くなって61年経ったのにまだ発表されてないんですよね、ケネディ暗殺事件。だから今度トランプ銃撃テロ真相出ませんよ。これ61年待っても結果が出ないから、法律ではうんと前に公表すべきだったんです。トランプが大統領になればもしかしたら公表するかもしれない。でもそれを公表するというだけでその大統領は除去の対象になってしまう。